この見言葉は新約聖書マタイの六章の二十五節より三十四節までですよろしいですか 大きなな声でみんな一緒にどうぞだから言っておく自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかとまた自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな命は食べ,るあ食べ物よりも大切であり体は衣服よりも大切ではないか空の鳥をよく見なさい種もまかず借り入れもせず蔵に納めもしないだが あなた方のの天の父は鳥を養ってくださるあなた方は鳥よりも価値あるものではないかあなた方のうち誰か思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようかなぜ衣服のことで思い悩むのか野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく映画を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも ざってはなかった今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださるましてあなた方にはなおさらのことではないか信仰の薄い者たちよだから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むなそれは皆違法人が説に求めているものだあなた方の天の父は これらのものがみなあなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の木を求めなさい。そうすればこれらのものはみな加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日見てからが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。アメン祈りましょう。主なる神様。今日この時間も。 信仰によってあなたの身元に近づいた一人一人が実にエスキリストによって成し遂げられ備えておられる永遠なる命をはじめとしての全ての必要なもの祝福を力を命を必ず正しい信仰の持ち方によって受け取ることができ楽しむことができあなたの子供として永遠にあなたと共に生きることができるような 信仰作りができますように。今日もこの場であなたの皆を崇め、あなたの皆を讃え、あなたらがあなたから聞いたことをその通りに従う。あなたとの交わりが霊的にできる尊い一環となりますように。最後まで助けてください。イエスキットの皆によってお祈りいたします。アメンアメン。ハレルヤー！ えーえー、牧師が「しもべし」と呼ばれて、えー、祈りの訓練に入って祈りの生活を始めましたねその時あくれいを追い出し病気を癒す力を求めて「えー、しもべ」と呼ばれたもんだから。 必ずそういう力が欲しいだろうと自分の立場でそう判断してそれが一番大事だからそういう力を受けてバリバリ神の仕事をしようじゃないかと思ってそれを求めて祈ったんですね約1日に7時間を目標として祈った毎日祈り方は下手であっても心は 熱くそれをしかし1年だっても2年だっても大した変化が起こらないちょこちょこ霊的なそういう体験はさせられながらもこれといった本当に自分の考えで満足できるような結果がすなわち力が与えられなく て3年目に入った時にある日の朝その時はもう皆さんのような一般信者であっても伝道師のように教会に毎日朝早く出勤し夜遅く帰ってくるような生活を自ら進んでやっていましたから。僕たちも まるで天童詩のように私を使っていましたとにかく朝バスに乗って教会行く時にバスに乗るやなや主の声が聞こえてくる今あなたが求めている力を今あなたにあげるとまずあなた自身を失う恐れがあるだから今あなたが今まで2年も それも毎日6時間7時間祈って求めてきたとしますもしてもそれをあなたにあげることはできない。代わりに霊魂を愛する愛を求めて祈りなさいと言われた。じゃあその時はもちろん寂しかったんです。2年も継続して祈った熱く祈った祈りには応えられず 愛を求めて祈れれと言われたから、ね、目にも見えないそんな愛なんか大したもんじゃないと思ったからちょっぴり寂しく思いをしたわけですがとにかくそれでも命じられた通りに祈り始めたんですね。今日言いたいのは私が求めていたものを主が与えられなかった理由は 何かというと私が自分のために求めたものが私に有益ではない逆に私をつまずかせる私に有益じなくて私に害をもたらす恐れがあるからそれをあげないという神様の判断なんです。これはすごい大事なん今こういう問題を抱えて今現にこの場に座っている皆さんの中でも悩んでい悩んでたり あるいは焦っていたり、あるいは悲しんでいる人がきっといるはずであります。なぜかというと、皆さんがイエス様を信じ始めて、霊的な生活を始めて、そして祈りの生活も始めて、自分のために何なのかの形でいろいろと求めてきているはずなんだけども、皆さんが求めているその祈りには神様が一個に応えられず、 ただ、結果のない祈りばっかりを計上している。いくら祈り求めても来ない。考えてもないことは起こるんだけども、求めたことに対する神の答えがないとか、こういうことで、悲しんだり悩んだりしているはがいるはずであります。ハレルヤ。ケンちゃんは肉体の疲れで悩んでるでしょ。 じゃあ皆さんそうじゃありませんかそれにはこういう理由があるということなの牧師がそう立った以下のように皆さんが求めていってもそれが皆さんが考えたその時にあるいは考えたものが与えられないのには神様の判断が働いているからなの神様が見た時には今皆さんが求めているものをすぐ答えない すごく叶えないのが逆に有益だから有益だから神様はまだ溜まってる祈り自体は神様はもう100%聞いておられます神の耳が遠くて聞こえない祈りは一つもないと手話をおっしゃってますよ 聞いっていながらも今即座に答えができないのには私たちが考えてもないしかし私たちには有益な今答えをもらわない方がもらったより有益なところがあることを主なる神イエスキケとは判断しておられるから今すぐその祈りに答えができないとこういうところを悟らないといけないしかしその神は 今すぐさまの祈りには応えてくださらなくても、きっと私たちに必要な時に必要なものを与えるために、ある時を待っておられることも間違いないと。信じる人はアーメンとお姫様に思い切ろう <laughs> 朝っぱから、え、モろとして、何薬でも飲んだのか。 そういう顔で神の前に近づいて何をいただけると思ってるの目をばっちり目ん玉が飛び出るほど開けていても足らないぐらいなのに。一週間ずっと世に走っていて、日曜日に教会行って一時間の礼拝もちゃんとできないなら神様に望みをかけるのがおかしいの、おかしいの。私でもそういう人には答えないの。私への興味が態度が悪い人。 にいいものを与えるはずがないの。僕はあんたじゃないといけないよと。あなたを助けてくれないといけませんよ。あんたしかないと。ひたすら疑わず、そしてこっちを軽んじないで、尊重する心で、そういう態度で求めてくる人に答えるはずであります。先週、韓国に行ってきました、ソウルへ帰りに、 ここに行くバスに乗る寸前にあるしある伝道師様が私に「ボクシだけを信頼しますからお願いします」何いきなり考えてもない人から「ボクシだけを信頼しますからお願いします」今もその声がずっと残ってるのなぜなんでしょう「ボクシだけを信頼しますからお願いします」とこういう声を聞いたからには そう簡単に忘れることはできないでしょう。ういや、忘れるどころか心に留めておいて、その人のことをずーっと思い続けるはずなの。その人があんただけを頼ると、信頼するからお願いすると、そう言ってきたからには、それを無視するわけにはいかないの、私でもよ。まして、主なる神はなおさらのことではないかと思われる人だけ、アーメンとフシアタマネ送って、 神様への態度が信仰の持ち方が皆さんの運命を左右するものであると悟りますように。イエスキトの皆で祝福出国いたします。アーメン,アーメンいつもと違って最後に、神刻だけを信頼しますから、お願いします。今も響いている今も、私よりも、うん比べができないほど、敏感であられる神様は、 こういう告白やこういう信仰の持ち方をしている人々の声や祈りに反応せずにはいられない雨できますかあ,あ、今つい先ほどまで考えてなかった話だけどこれは証この証はこの説教台に立ったら主がいきなり主の心を今我あなた方に伝えろという意味です。 礼拝に来てますか祈りに来てますかイエスの前に来てますかイエスが主だと思いますかすごい大事なこと。なぜ時間はどなたにでも全くたったの1秒も変わらない。みんなに同じ長さの時間が同じ瞬間に訪れてきて与えられて、神から。そして、 与えられては去っていくの去っていくとどまっていてくれないのとどまっていてくれないたったの1秒でも自分の目の前にもったいないとまたやることあるとかといって止めておくことができますかちくだくのたったの1秒止めておくことができる人は神の言葉に耳を傾けなくても結構ですでもたったの一瞬も止めておくことができないと判断されるならばそれぐらい それぐらいはわかるんだったら、神様との関係、神様へ我々が持つべき、取るべき態度、信仰の持ち方、すごい瞬間瞬間大事にしないといけない。神様は、秒ごと秒ごと、ぴ、ね、ごと私たちを見ておられながら、諭してくだはってしてでも、私たちが神様に対して、敏感になって鈍っちゃってるからよ。 それに気がつかなないだけなのうちのサムニーの好きな祈りの言葉の一つにこういう言葉があります。神様、ぴごと私を悟しておいください。秒ごと。いや、昔ながらこれ聞いてるんだけども、考えてみると、ぴごと私を悟しておいとこれ内容的にはすごいいい内容ですよ。うちの 彼女が女房がどれぐらいそう生きてるかどうかはそれは二の次だって彼女の生活タイトルとか進化の持ち方じゃなくてその祈りの言葉これはすごい大事なことみんな一緒に主なる神よぴょごと私を諭してくださいこれには含まれた意味が多いでしょ ピョうごと諭してくださるためには、ピョうごと我々を見張ってないと困ります。見張ってないと。見ていてくださいって、守ってください。そして、見てい,い,いながら私たちをピョうごと諭してくださいと。助けてくださいと。いろんな意味が含まれてますよ。考え,考えてみたらすごい言葉な。皆さんの祈りの文句にも入れてほしいですね。イエス様 と私を悟してはないと。なぜ、その,その一,一瞬の選択、あるいは一瞬の行い、神への態度が人の運命を左右してしまいますから。そういう可能性があることを我々は否定したゃなりませんよ。なぜ、主なる神は今までずっと黙っていても、ある瞬間にポンと人間としては考えられない想像をチェックする不思議なことをいくらでも 遂げることはできる。全能なる神様。天皇なる神でありますから。アーメンですか、うん、私は皆さんの中のある人のや顔を見るだけでも神の不思議な力を、その奇跡のような力を感じますよ。なんで始めてきたときは、いや神様、この人どうすればいいですかもうかなわぬ人々がやってくる。ポキという人間としてはかなわぬ人々がやってくるの。 でも、いつの間にか神の霊が働いたら、ふんやふんやになってに、ね、骨がってもないような、かくな、全部くたえて、本当に神様に喜ばれる、もう私である人間が見てもかわいそう、かわい,い、愛らしい神の子供に生まれ変わっていく姿を見るときに、いつの間にかある瞬間に神の力が働くと、人の運命がこのように変われるんだと。それを見るわけです。 ハレルヤみんな一緒に私の運命もある瞬間にいくらでも変わりうるもんだ。アーメンですか今ね私が今日言いたいのは私がもう一生懸命求めて本当にもう全てをかけて祈ったのなぜなんでしょう 自分の歩んでいた道を投げて、神に従うために、しもべとして従うための道を歩ましてもらい始めましたから、勝利しないといけない、まず。そういう不断感があるわけだ。なぜイエス様は信じないときにも、先輩の前でも、友達の前でも、後輩の前でも、シムさんは、 偉い人間だと思われていた部分があるとすれば、イエス様を信じて神の霜降になってからだと、さらに偉いと言われないと。私は信じるイエス様への、顔がないし、そして自分の人生も、信じない時よりイエス様を信じてからの人生が、もっと人々に、 プライドを持てるような、そういう結果を出さないといけないとよい。そして、男の人生は、失敗なんか認めちゃいけませんから、性格的にも個人的に、勝利しないといけなかった。いろんな理由で、私が祈れる限りの時間を最低て祈る。皆さん、一日7時間、6時間、祈ってみてくださいよ。一日、2日、1回、2回の挑戦は意味がない。 1>, 1ヶ月でも半年でも1年でもいいから毎日7時間祈ってみてください。それがどれぐらい大したものであるかがやってみないと分かりませんよ。最初は2時間半経った時に夜の9時から祈って2時間半経った時にもう朝になったと思ったの。2時間半が8時間ぐらい8時間ぐらい感じられたから。 それを毎日7時間祈ろうとはもう自分なりには最善を尽くしたつもりなの。なのにそれを2年に祈っても神が答えがなく答えとして聞こえてきた主の声は今あなたが求めているものをあなたにあげるとあなたすら失う恐れがある私を失,わした失いたくないから神様が私が私の願いを叶わないという意味なんですよ。 これもある意味での答えは答えでありますがただ私はカッカリさせられる答えなんですしかし結果的に見ると主なる神は私の自分勝手な祈りに答えないのが私に有益であることがはっきりご存じでありますから神様は今の私に有益なものをお先に求めさせて 霊魂を愛するために祈れと言われたわけなんです。ハレルヤ。アメン。ですから、皆さんが求めていることがすぐ成就しなくても、がっかりすることはないと。なぜ主は皆さんをもっと勝った道へ導くために、今の祈りなんかには応えてくださることをしないといそれを悟ればいいですよ。 信じますか、うん、霊魂を愛するために祈り求めて、時間が経つにつれて、しもべとして、牧師として、父に自分に必要なものが何であるかを、それをしみじみ体験するようになりましたね。すなわち、私が牧師として神様に用いられるために、 私において一番大事なもの、一番必要とするもの、それが何であるか、それが霊魂を愛する愛の力であること、これはポッカイをやるようになってしみじみ感じるようになったんですよ。それでやっぱり神様の導きには間違いがないし、神様が我々が求めたよりもさらに勝った。 ところへ導き入れてくださる。私たちよりも私たちの全てのことをもっと考えてくださっておられる方であることがわかるようになったんですよ。ハレルヤ。アメン。ただ大事なのは何にもしないでたまっていたら困りますよ。信仰を持って求めることだ。何を求める神の木と神の国と神の木、神の心を 優先的に求める生活をするときに神様がいい方向へ導いてございますよ何にもしない人には何にもありませんよ神様はただ人間を堂々ばっかりされる方じゃなくて愛による契約によって契約によって我々に抗議を全うしてくださる方でありますから信じますか コリント1の手紙12章の31節にあなた方はさらに大きな道を力を求めなさい私が最上のものを示そうとそれからそ,のそれが章あコリント1の1 2章の31は最後の説ですよ 最初の道を示そうと言って、その次に紹介するのが愛の書である。愛の。コリント1の13章愛の書。ハレルヤ。コリント1の手紙の12章は、8節以下から我々が本当に神からいただくべき、聖霊の賜物聖霊の力を紹介しています。その最後に、 一番大きな力をこれから紹介するよ。これから示すから。それは、求めなさい。求めなさい。求めるべき、我々が求めるべきものが何であるか。それは、通算章から紹介する愛の章で、愛の力、愛の力。愛の力が一番大きな力であって、それは我々が求めるべき一番 素晴らしいことでありますよ。聖霊のた物ものを紹介された12章の8節か11節ではこう説明してます。これらのものは、すなわち聖霊のた物もの、聖霊の力は、目に見える力は何ですかこれらは神様が望むままに、見心のままに、 必要な人に分け与えてくださるものだ。これはね、我々が求めているものじゃなくて、必要な時に必要な人に神様が与えてくださる力だそうですよん。精霊の賜物は必要な時に必要な人に神様が分けてくださる力であって、愛の力は我々が求めているべき力だということなの。 こういう説明がはっきりと聖書には書いてありますよ。みんな一緒に求めるべき力は愛の力であり、神様がちゃんと考えて、必要な時に、必要な人に分けてくださる力は、9つのた物ものだ。アーメンできますか これを悟るまでだいぶ時間がかかりました、私も。なぜ寂しかったからよ。自分が最初から求めたこと、熱い心で求めたことより、神様が他のものを求めると言われたから。しかし、時間が経つにつれて神の判断が正しくて、神様が牧師である私に一番必要なものは何であるかを神様は、 共感しながら、空中の鳥が下を見下ろすかのように、ちゃんと上から見下ろして、おられながら、一番私に必要なもの、それを神様をご存じだからそれを示された。しかし、世にいる私たちは、目の前のことしか知りませんから、陸の思いで判断することしか考えられませんから、 自分で考えられること、自分で判断できることをまず求めるわけなんですよ。ですから、いつも自分のために求めても間違ったこと、いや、求めては、それを手に入れては、逆に自らを失ってしまう、滅ぼしてしまいそうな、そういう求めてはいけないものを人々はよかろうと思って求める傾向が強いということなんです こういう時に神様が優先順位を変えておりますよ。ただ、私たちの肉の思いで、その神様のやり方が理解できないだけであります。ここに信仰が必要ですよ。神様はすべて私たちを勝った道へと、自分の判断よりも勝った道へと、いや、求めたよりも勝った道へと、導き入れてくださる方だという、神への絶対的な 神を絶対信頼する信仰が必要となります。本当にアメンですか何を言われてもアメンですかもう喜びながらアメンと言うべきですよ。今日の本部を見るとまず神の人々が信じるものが求めるべきことがあって。 求めなくても神様が加えて与えてくださるものがあると、はっきりと2つを神様が分けて説明しております。世の人々が求めているようなもの、そういうものは、私たちは求めなくても神様が考えて判断して、必要な時に必要なものを必要な人に与えてくださる部分でありますよ。それは世の人々が求める部分は我々は求めなくてもいいような部分ですよ。 なぜそれは私たちの父である神様が子供のために創生以前から備えておられるものですからよ。別に求めるまでもないの、本当は。あるんですよ、ある。特価にありますよ。みんな一緒に、あなたのパートナーも特価にいますよ。まだ会ってないだけだよね。あんたのお金も特価にあります。 一番喜ぶね <laughs>。あ私たちに必要な皆さん、神が人を作る前にそうせ、天地、万物の目に見える世界を先に作らど、何のためですか悪魔が閉じ込められている黄泉に、神様が万物を、天地を作った目的は、人間をそこに置くためで置くため。 パンブツを作った目的が人間に住む世界を提供するためだと信じるだけアーメンとをしてたものをく人を作る前に神様が天地パンブを先に作ったのを人間に住む場所を与えるためによですからこれは我々がすでに備えてあるものだから別に求めるべきものではないという話神の人であるならばいい信じますか エデンの園を作る前に霊的作ときには霊的な人を作る前にエデンの園を霊的な人のアダのために作っておいたのまた。意味が分かりますか。創石の一章と創石の二章を今日の説教を聞いた後読んでみてくださいよ。そうすれば分かりますよ。人を作る前に天地万物とその中にある全てを作った。アメン。 そして、レイデンの霊的な人アダムを作る前に、エデンのその特別な空間を先に作った。これはアメンできないエデンのその中には、人が食べ、とって、自由に食べてもいいような、あらゆる木の実がいっぱいあった。人のために。 アダムのためにその真ん中には神との関係のためにチェントアクを知る木の実を特別一本植えておいた神様がこれだけは取って食べるなこれだけは取って食べるなという契約を人が守るとエデンの園とその中にある全てはただで許された 着物を着なくても裸であっても恐れることも恥じることもない。楽園を神様がアタムのために前もって作っておいた。ホレルヤ。人がアタムが食べ物を求めないで神との関係を求めていきた時には全ては求めなくてもそこにあったのそこに。もう備えがあったのもうすでに。 アダムが神との関係だけを守っているときには他のものは求めなかったの。切るものも求めなかったし、食べるものも求めなかったの。それでもちゃんとすべてがあって、奥さんも求めなかったの。でも寝てる間に奥さんを作って連れてきたの。求めてもないのによ奥さんを寝てる間に寝て起きたら奥さんが隣に来てるの。これはあんたの反応だ。あなたと助け合う反応だ。 私があなたのことを考えて作ってきたなんで隣の顔を見てるのそう見えないの皆さん神様が人のことをどれぐらい考えて心配してそのために用意しておられる方であるかを信じますか、うん、人がこういう神様の 人に向か,っての向かう神の法則を人が破ったから、破ったから、その全てを全部没収されて、その中から追い出されてしまって、今のような運命になってしまったんです。しかし、今も一緒。ヒュイエスが人のために死んでださり、ヒュイエスが人のために死んでださり、 人より人の運命をもっとも心配されて、人のために自らが死んでかったのが、皆さんと私が信じる神様である、イエス様なんですよ。アーメン人がエデンの園から追い出された時、出された後から、地獄行ってあの日の中で永遠に、どうすればいいんだろう。神よ、神よ、私たちを憐れんでくださいと、助けてくださいと、祈り求めた祈りの結果としてイエス様が来たんじゃないの。 人が神様に気づきもしないで、神様に求めもしないで、神様との関係をこれっぽっちも考える前から、や人が罪を犯す前から、神はこういう人の運命できな。転落していく人の人生のことまで心配して、神ご自身が世に現れる計画を、もうすでに よっと人を作る前から立てておられたのを立てておられたのアーメンですかそれはどこにありますか総石の3の15節と22節にあるのを悟りで信じますように。イエスの皆で祝かします。よっと人を作る前から神は人の運命的な波乱万丈な全てのことを全部考えて逃れ道、救いの道を 用意してご自分の命を投げる計画を立てておられたのその神が人の100年間の人生の間に必要なものそしてその後のもの当然ちゃんと計画して用意して待っておられるのはもちこれは嘘も一割はありませんよ真実にその通りでありますよ誰がこれを信じるかが問題ですアーメンですかですから 信じない人々は、よっと世の中にあるものばかりを求めるの。飲み食いすることばかり求めるの。切るものばかり求めるの。でも、信じる人々は、そんなのは求めなくても、世,の始まる世が始まる前からもう神の約束に、計画に入っているもんだからよ。信じる者どもは、神への心、神への信仰、神との関係ばかりを優先して求めると、 神様は創世以前から計画の中で皆さんと私に必要な全てを今も後もそして永遠に永遠に備えておいてございますよ。信じますか、うん、誤解しない方がいい。今、国基本的で簡単な話。しかし、これが理解できなくて、これが分からなくて、これが悟れなくて。 主イエスの皆を受け入れてからも神様との間で約束されたものを本当に信じた結果として受けて楽しむ人の数がクリスチャーの中にどれくらいいるのかあんまりいない天国まで完全に入れる人がどれくらいいるのかあんまりいないのあんまりいな,いなぜなんでしょう今日の説教にはここ基本的なことを破っていくかってるから破っているから 今から慌てて神様が用意すべきものでもなくもうすでに用意罪のものも与えるために用意したものでも与えることはできないような状況を状態を信じ今のクリャンたちが生きてるのんまだ準備はできないことを頼まれて後から慌てて準備しようとすればまあ大変だから答えないんでもなくもうすでにすべてがそれも永遠になることまで 準備ができてるのに、それをただポンと渡せばいいのに、それができないのには、信者としてやるべきことをやってないと,いうこと、ここに問題がありますよ。アーメンですかですから、信仰の持ち方を正しくしない人々が、どれぐらい無駄な時間を過ごしているかが、これでわかります。神様は、天皇なる方だから、フイエスがおっしゃいましたよ。 天の御国にはあんた方の住まいがたくさんあるともしなければこれから私が行って準備しても十分間に合うと十分そういうのは神から我々がいただけるものはいただくべきものは心配しなくてもいいの神様は用意準備だけでも用意がたとえできたくても簡単にすぐさまできるから問題なのは私たちが正しい信仰を作るのがある人は一生かけかてもできない 一生かかって教会通いながらも全然変わらないよ全然。教会来るときと20年30年通ってたときと何にも変わりがない人。そういうのが問題なそういうのは。ハレルヤ。神様の人として生きるために神様との関係に神の子供として 行うべき信仰のために力がなければ力を求めてそういう知識知恵がなければ知識知恵を求めて祈るときにそして私たちの信仰が神様が望まれる水準に成長していくときに神様はちゃんと考えてあまあこれぐらいの段階であるならばこれ,これのものは与えても つまずきのもとにならないで逆に役に立っちてただろうと判断して間違いない時に神様が与えてくれいますよただ問題は人々はどこで勘違いするのかヘブライ書の六書の四節に出てくる一度の照らしの段階これは全く私たちが信仰がなくても く信仰がなくて信仰を見せたくても求めたくても神様が一方的に神の存在に気づかせるために味見の段階で私たちの信仰を見て働くんだったら答えなくて信仰がなくても味見させる段階で一度,一度の照らしという段階がありますよ。これを体験してこれが自分の信仰の結果だと勘違いしてそこにとどまってしまう人々が問題ですよ。 その次の処方を外れて、味見の段階は、一度の照らしの段階は処方の段階だから、さらにその次へ成熟を目指して進んでいくべきなのに、味見の段階で、それが自分の信仰だと思って、とどまってしまう人はどうなりますか引き続きの成長もなく、祝福も備えも何にもありません。あってももらえないんです、あっても。 これを大きく深く悟りますように。イエスキーズの皆で祝福いたします。アメン、うん、これを悟らないといけない。味見の段階。皆さん買い物行くでしょうそうするとお店の角などに通路に味見,を味見を用意してあるね。それは味見の段階はタタでタタだで 金払わなくても、ただで味見をさして、自由にもらえるの。霊的な生活、神との関係にも味見の段階がヘブライ6の4節ですよ。アーメンできますか味見の段階は、ただで食べさせてもらうの。味を見てから、ああ、おいしかったらこ、今度は商品を買う段階になります。気に入ると商品を買う段階に。商品を買う段階では、 ちゃんと金を、一定した金額の金を払わなければ、買い物はできないこともこれはもう悟ることもないでしょう当たり前だから当たり前。信仰生活もこのように当たり前のようにやるべきだ。ーメン常識的なことが分かっているとは、信仰生活もやりやすいの。なんで神様もこういう常識からあんまり離れてないところもあるから。こういうのは全く一緒常識と一緒。 味見の次の段階は、物を買う段階は、自分でそれを手に入れるために金を払うべきですよ。アーメンですか一度の出だしの恵みの段階の次の段階に行って、さらに永遠なる祝福を受けたいと思う人は、今度は自分の信仰によって神様に進み出る、自分の信仰を見せるべき、自分の信仰が要求される段階になることをはっきり信じますように。 それは信仰が成長すればするほど大きくなればなるほど多くもの大きなものが与えられることになることを信じますようにイエスの皆んで祝福いたします牧師も個人的に信、時間が経てば経つほど求めなかったものがどんどん与えられるの初めの段階ではもう求めても来なかったものが今は本当に神の心ばかり求めていても 他のものは求めなくても、ちゃんとさらに勝ったものがどんどん入ってくるの。なぜなんでしょう神の約束は、我々がやるべきことをちゃんとやってると、あとは神様が、我々が忘れている部分まで考えてない、求めてない部分まで神様がちゃんと考えて、子供のために備えてございますからよ。これが神の信仰によって神の子供になりきった人々に対する神の祝福、特別な祝福。 子どもの,の特権。あれれれや。今日どうですかこれ。この中のこれ、うん。かっこいい。こんなものをいただくとは、買おうとは考えたのかった私、本当に。でもある人がわだわだ出てきてある程度しか、百貨店でこれか買ってくれて。ほ筆で、うん、お好きなものやるの。いや、いらないいらない。 いらないと言ってもまだまだいらないと言っても無理やりそこですごい俺はもう、ねうん、値段を見ると絶対買,買わないし買えないんだね買おうとも思わない値段のものを無理やり買わさ,買わされてよ買って,いや買ってくれ,ないそれ買ってくれながら喜ぶのは自分なのふで 信ししししたっけ信頼しまますすからよろしくお願いしますえなにこれ御心ばっかり求めていくと備えらの備えがア、うん。今回も韓国行こうと思わなかったので手もサモニーが祈ってていや行くべきだと。うん、保育園のいや、うん、個人のことで行くべきだと。ずっとサモニーはそれ祈ってきましたから。 それで祈ったらら神の見心だから行きましたね行ったら、行く日から、何、インチョン空港にベンツが出て、俺、ベンツなんか乗りたくないの。頼んでもないし、バスで行ってもいいのに、頼んでもない、呼んでもないベンツが来て、どうぞ、待ってましたん。私は待ってなかった人が出てきて、例えばだよ。ほいで、最後来る時まで。 ちゃんとその時でもう全部断ったのことああもういいってんなんでひどりにしてくれ祈る時間まで全部奪い取られちゃ困りますからね祈る時間を確保するためにもう約束をしあや断ったのは断ったのそれでも考えてなかったああこれは見えないかこれもよたら考えてなかった人はこれ持ってサムニーのモーターでよく見えるね <laughs> 神の子供なんだ皆さんの前では牧師だけども、神の前では子供なんだからよ。これは皆さんに赤すだみって、これは別に好きだとか、これが入ってきて、やったと、こんな思いない、これ、プチもないの。こんなのあってもなくても、こんなのあってもなくてもいいの。米軍基地からいくらでも出るからよ。T シャツへしまいで、一生、過ごしても俺は幸せだから。どうでもいいの。 ただ考えてもなくても求めたのでも神様も全部与えてくださるのそれは今言いたいのそれが雨？いやベンチなんか乗りたくないのそれでも神様が乗れって言うのは乗れと乗れって言うから嫌だと言えないでしょ神が乗れって言うよ嫌だと最初はもういいのにと言っても次には乗るんだね何が言いたいのか神の御心ばっかり求めてるのに 考えてない人を考えてないものを全部道全部主が備えておられる私は行く時にこう祈ったの神様今回誰に会って何をするのか私はっきり分かりませんが、うん、全部神様の見心だけが成就しましてあ,あ神様がこういう計画を持って我々を導いておられるんだなあという結果的にそれが分かるようにしてほしいると祈っていったんですよそうしたら本当に もう食べ物一つから会うべき人とまた今回会わない人またやるべきこと全部神様がスケジュールを持っておられるのがもう見えました見えましたよ皆さんの人生もそうであると信じますか神様に時と時期の計画があるというのは何ですかスケジュールが個人個人に対するスケジュールが神にあるというのはスケジュールがそれに合わせてされいけば人生は 行けば行くほと、備えが豊かになり、大きくなり、びっくりすると証字ができるようになり、求めなくても神様が用意してくださる、こういう約束が実に真実であることが分かりますよ。ハレルヤ、アメン、うん。孤児たちもここでそう祈っていたの、神様。どうせ特化の孤児院、保育園などに施設に入っていれば、特化の施設に入っていれば、何でも食べて、 子供が成長すするししますでしょうそれは信じない人々にもできるし別に信じる私たちはそこまでは考えなくてもちゃんとやってるから私たちは個人から今度出て霊的にそれ社会に出て一人前としての人間として自分の人生スタートするときに本当に神の子として正しく出発できるようなその段階から助けたいと。 祈ってたらこういう思いが与えられてそういうところへ行きたいと祈った今回2カ所が決まって行ったのに最初最初考えてたところはポキシにメールを毎日送った,もう前もって送ったんだけどもポキシも毎日チェックしてもメールが届いてないの後から話を聞いたらポキシのところへ送ったメールが不思議に訳の訳の悪を不思議に返信されちゃって 私に向こうから怒らなかった結果になってしまったと相手がそう言っておるのよ一番待ってたこと,ところは変身させられてなんでこういうことが起きるのか分かんないね私は分かります神の御心を祈ったから御心の場所は我々は導かれてちょうどぴったりのところへ導かれて御心じゃないところは神様がベールまで変身させてよ メールが来たのにこちらから断ると申し訳ないでしょそういう困ったことは神様はさせませんよ誰に身心を求める人にアーメンできますか神様の段階でカットしましてカット、うん、後からもう時間だって約束の日が過ぎてから検査をしたらメールが入ってるの遅れてこれを見てびっくりしました いちいち神様は全部考えてなかったことまで考えてなかった人に合わしたり考えた人に合わされなかったり神の見心だけを成就する毎日いや毎瞬間でした毎瞬間そして再び考えさせられたのは今日の御見葉すごい大事な我々が本当にイエス様をもう心から救いの人と迎え入れたならば他のことは心配することはありませんよ どうすれば見心通りに生きれるか今自分がやってるのは見心なのか見心じゃないのか自分の判断なのかこういうことを考えながら祈りながら見心ばかりを求めていくと人一人一人の人生は自分では届かぬ自分では想像ができないそういう生活や結果へと神様がこの世でも後の世でも導き入れてございますよ 信じますか弟子たちが何もかも捨てて、イエスをあなたに従った私たちの人生はこれからどうなりますかと言ったら、イエス様がこうおっしゃったね。新しい時代となり、時が新しい時代となり、この世が全てだと思っている世の人々が共に聞くべきでしょう。時代が新しくなり。 あなた方が神の国で私、イエスと共にイスラエルの通に部族を治める立場になると、ハレルヤ、イエス様のような王権を握らされますよ、ハレルヤ。うん、すごいでしょ。この世で楽しむべきことを全部排除して。 何もかも捨てたかのように見えても旅人のように見えても、イエス様だけに従って神の心ばかり求めていくと、神様が備えていくだるのはこの世で30倍、60倍、100倍、こういったもんでありません。それよりも素晴らしい。世が変わってよ、新しい世の中にあって、神の国が訪れてもそれも永遠に永遠に王者に尽かしてくださるよう。 思いもよらぬ祝福をイエス様は創世以前から経過をしており今日今日にその前に信仰によって近づく者どもの信仰を見てから与える祝福の量を分けて分けてくださる方ハレルヤ心配することはただただそういう信仰があるかどうか自分にそれでそういう神の心を求めてるかあるいは勝手に求めてるか こういうことばかり心配すればいいわけですよ。シュイエスはおっしゃいましたよ。パンの王でありながらも旅人のように我々のモデルとして人間を作ったモデルとして生きられたイエス様はこうおっしゃった。マッタイの26の29章で私は不動の木から作ったものはもう飲むことは決してあるまい。なんでよ。 葡萄の木すごい、まあ、喉乾渇いて最後のこの世を去るときに、葡萄の木から作ったものはどう決してのうまいと。わざわざそんなことをするわけないでしょ。わけがありますよ。あなた方と共に神の国で新しいものを飲む日が来るからその日までっていうのその日まで。永遠に何も飲まないという意味ではありませんよ。あなた方ともに神の国であ新しいものを飲む日が来るからその日まで。 それから我々が永遠に飲むす晴らしい世界とものが待ってるからよこの世は旅人のようにイエス様が最後を歩まれたんですよこういう言葉を皆さんが信仰を持って受け入れると父にすごいことが起きるし運命そのものが変わりますよあメンですか聖書をとして神様へ約束した言葉は父に生きて働く言葉だし これは信じるものにはすごい結果が出るですごい結果。今日から、当然皆さんが頑張っても頑張らなくても霊的に時は流れちゃいますよ。止めておくことはできませんよ。20代の時が30代の時が40代の時は人生の花盛りだからもうここに留まっていきたいと思ってもたったの一秒も止まってられない。 全部流されてしまいますよ。今日から皆さん、流れる時間の、いや流れる人生の中で永遠で永遠に虚しく流される人にならないで本当に行けば行こうと備えが増える、神との関係がもう納得できすぎて構わない、いやもう仕方がない、嬉しくて、こういう人生を迎えたと思うならば、 神の御心を優先的に求めて生きる人になりますように。そうすれば神様は真実に皆さんの未来を、老後、老後対策は自分であったらみんな、土台から口に落ちると、主がおっしゃっていますよ。老後対策は神の国へ。神の国にいざ行かればならない時に、だらなくなった時にはっきり行けるかどうか、これ考えてみないといけない。 そして、行くとしましても、行ったときに何をいただけるか、これも具体的に考えないといけない。そういう人になりますように、イエスの皆で祝福とします。